北緯42度9分 44.5 秒、東経142度46分 26.8 秒、北緯 42.16236 度、東経 142.77411 度、42.162361142.7741111、大黒沢、北海道浦河郡浦河町にある映画館。通称は、浦河大黒座。1918年に開館し、1994年に建物を建て替えた。北海道に現存する映画館としては最も古いとされる。劇場正面の看板には、大黒座と書かれている。サイレント期に上演した、オロチ1918年9月1日、当時建築業などを営んでいた、三上達三により、旅役者や浪曲師が出演する芝居小屋として開業したのが始まりである。1925年の火災により焼失するも、ほどなくして再建。1920年代のサイレント期には、オロチなどが上映された記録が残っている。終戦から8年後の1953年、220席の映画館として改築。以降も引き継いだ運営者がクリーニング業を兼務しながら営業を継続。この頃の北海道内には364館の映画館があり、そのうち日高市町内には当館を含めた16館があった。1960年正月期に片岡千恵蔵主演の東映映画チアリ無双を上映した際は子供たちの行列ができた写真が残っている。ロビー建物の老朽化や道路拡張工事等の事情により、1994年5月に2代目の建物を取り壊した。同年12月1日、48席の映画館として再オープン。2004年からは、毎年秋に大黒座祭りと題したイベントを開催している。2005年、夕張国際ファンタスティック映画祭、鉄ちゃんシネマ大賞を受賞。2005年4月23日に、苫小牧市に、シネコン、ディノスシネマズ苫小牧がオープンした影響で、同市中心部にあった苫小牧日劇、苫小牧東宝、セントラル映劇が、相次いで閉館している。2013年、長年続けたフィルム上映の減少を機に、デジタル上映設備を導入。同年12月21日、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。と、そして父になるからデジタル上映を開始した。また長らく制作していなかった公式ウェブサイトが2014年1月に開設されている。2018年で創業100周年を迎え、同年秋には第72回北海道新聞文化賞、社会文化賞を受賞した。だが令和に改元された。翌年の2020年に新型コロナウイルスが全国的に感染拡大。北海道でもいち早く道独自の緊急事態宣言を発令したが、政府の方針も重なり同年4月20日から5月31日まで大黒座は臨時休館した。2021年4月1日付で日高本線の武川駅様似駅間が完全廃止され、最寄り駅だった浦河駅も鉄道駅としての業務を終了したため、周辺に鉄道駅と鉄道路線が存在しない道内唯一の映画館となった。小さな町の小さな映画館は2011年6月18日に公開された日本のドキュメンタリー映画。大黒座を支える一家とそれを取り巻く町民たちとの人間模様を描く。ナレーションは中村恵子が担当。上映時間105分。常設映画館ではさそり座、都シネマリーン、シネマテーク高崎、川越スカラ座、ポレポレ東中野、下高井戸シネマ、新潟、市民映画館シネウィンド、京都南会館、元町映画館、宝塚シネピピア、シネマ尾道、シネマルナティック、ガーデンズシネマなどで上映され、その他にも多数の映画祭などで上映された。北海道文化放送で2019年3月17日14時55分に放送されたドキュメンタリー番組。創業100年を迎えた2018年夏から、ボヘミアン・ラプソディが上映された2019年の年明けまでを取材し、大黒座の館主一家とそこを訪れる、浦河町民たちの日常などを映し出した。ナレーションは、女優の石橋瀬川が担当。1953年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ただし、日高本線は、JR 北海道の駅ナンバリングが実施されていないを除く全線。佐藤康は翌年の1990年10月10日に自殺している。ありがとうございます。